あらあら、今回のですね、今回はですね、本日も検証動画なんですけど、4月ぐらいのアップデートですね、マリンスーツっていうものが登場したんですよ、こちら。これを着とくことによって、今ちょっと頭ぶつけてたような気がするけど、こういう感じでね、マリンスーツを着とくことによって、海をもう泳げることができると、さいさい。泳げる範囲がですね、残念なことに決まってるんですよ。ずっと右まで泳げるかって言われたら泳げないんです。こちら海にこういうなんかサクサクって髪、そういうのがあって、もうこっから先ですね、赤坂さんも行くことができません。潜っていこうとしても無理ですね、無理です。普通に考えたらこの網通り越せそうな気がするけど、まあ、ゲームだからね。ですね、皆さん OK 見えます？なんか島ありますよね、あれ完全に。完全に奥に島あるんですよ。なんかあるのよ。もう一つの島。これなんとかして奥の島行けないかなと思ったんですけど、今回はですね、1ヶ月前ぐらいですね、屋根の上に登れるバグが発見されたんですよ。声掛けの形にして、その上作りかけパスを置くと。で、これでうまいタイミングであるボタン。はーい。このように屋根の上に登れるんですけど、今僕マリンスーツ着てないじゃないですか、普通の服なんですよ。ハローキティの服。マリンスーツじゃないんですけど、博物館の屋根の上から海飛び込むと、なーんとマリンスーツなしでも泳げることができるバグがね、発生してるわけなんですよ。なぜか下着で泳いでる。普通は下着で泳ぐことはできないんですけど、なぜか下着で泳いでると。で、戻ったら、普通なんか急に赤坂さん服を着出すというバグなんですけど、今回これを利用してですね、さっきのね、海の網をですね、通り抜けようと思いまして。おやー、下着でね、海泳げる、まあ、バグ発生してるじゃないですか。今、バグで海を泳いでるので、もしかしたら、無限にどこまでも泳げるんじゃないか。本来ね、下着で泳げないんですけど、なぜか泳げるじゃないですか、今。だからなんかバグってて、この海の網を、スパッて、すり抜けるんじゃないかなって、バグってるんですよ、今。何でもできると思うんですよ、正直。やっぱ、海で島クレーターでき、接続エラー。あれ、電波の調子は悪いのかな？陸に上がってからもう一度試してみよう。海で島クレーターやると思ったら、こんなんてんだ。初めて知った、地味に。海でお買い物できる？あ、できる。海でお買い物できる。海でお買い物って相当なバカだな。ほら！で人手を取った男。あーやばい、ほんちょっと脱線してた話から、まあ、いやバグってるんで絶対通り抜けるはずだって。バグってるんだよ。バグってこの網も通り抜けれるはず。さあ行くぞ、せーの、おらー、え、ちょっと、え、潜っていけるみたい。なんでバグってるじゃん。今完全に下着の親でバグってんじゃん。いけるでしょ、バグってるじゃん。なんでここは通れないの。下着で海を泳げるくせに。網はすり抜けられたいのか。このポコツが。